探してた。つむじ曲がりの天の弱、素直になれと言うけれど、なんか照れくさいし。バカげたことならばためらわず、騒いで叫んでふざけてる。だけど今日は腹割って本音の一つ二つ。一人は嫌だけど一人にさせるのもっと嫌。一人でもかけたら考えられないよ、少し照れくさいな。帰る場所をずっと探して、ただ僕は親友だとか仲間とか家族だとか、どれもそうだしどれかだけじゃない。俺らマジだちフレンズ、見えない風でつながってかけがえない関係。ただいまって言えるお前らとたちフォーエバありがとう。お前たちのおかげだ。